に言われてたんですよ。これで大事なのは、今大体止まってるけども、相手来させてでも、ボール止めた時にボール動いてると、この人も警戒するから、できるだけこれ一回で止めて、で、取りに来た時に。だボールできるだけこう、指から、ね、離さない。一発でできるだけ止めて、そうそうそう。そう。うん。そんなんだからどんな人でもこういう。うまかったですね。日本人も大好きで。はい、で指でコントロールすると相手が相手を呼び誘い込んでから次の外す動きができる。できるだけやっぱ相手近づいてくれた方が、なんで抜きやすいかというと、これスピードでは抜いてないんですよ、はい、スピードで抜くっていうのはある程度相手が間合い取ってもより上のスピードで押していく。でもこの抜き方とほとんど横に1回ボール持っていってダブルタッチみたいな、イニエスタがいるっていう時はできるだけディフェンダーに来てほしいと。だから足元入れすぎるぐらいで普通と。で、これ飛び込んできた瞬間に。で、これ抜けないとしてもパスコースも作れるしっていう、やっぱいろんな効果があるんで、相手をずらすっていう意味でも、指、突端、先端で全部プレス。寄せてもらって。こうやってすぐに出しに。で、その時に、これを例えば普通に抜きに行こうとすると、もう一回。抜きに行こうとするとやっぱり角度も動きも大きくなるんで、ここでよく取られると。だから別に最悪抜けなくてもいいから、ここを引っ張り込んで向こうに。こういうイメージでこういうのを覚えれば、中盤の選手とかパスコースを逆に自分でどんどん作っていける。今日結構強調されてたのが、はい、そのボールをトラップするときにしっかりとした自分の足元で止められれば、相手のことを次に抜かなくてもパスコースを作れたりっていう、それは結構大きいかなと、うん、なんかどうしても全部抜かないといけないっていうことになっちゃうけれど、ね、だから来た相手に対して発想的には、まあ、ボール守るとか抜きに行くかとかっていう発想あるんだけど、もう一つ二つの中に当然相手を少しずらして抜けなくてもいいから、パスコースができればボールが前に行けば OK だっていう発想がちょっと少なすぎる。だからやっぱりそういうので今日足首でボールをできるだけ触る、でその先で足指で常にボールが動かせる状態にスタンバイしておく。相手が来たとしても取られないでずらすっていうことで縦のパスコースが生まれれば、もうそれで十分。まだ毎回自分は抜いていく必要もないんで、まあ、そういうのにできるだけこう足指を使って吸収してボールを足の指、足に密着させるっていう、まあ、そういう意識づけのトレーニングですよね。